はい、というわけで鉄道調査員クロフォードチャンネル動物特集、長山新川のカモと白鳥たち見ていただいていかがでしたか。鉄道ばっかりだと、まあ鉄道に興味のない人はね、楽しめないんじゃないかということで、こういった動物特集もやってみようかなということで、試験的にバードウォッチングした時の映像を使って作ってみました。ここは宗谷本線の長山駅と北長山駅の間にある長山新川っていうコンクリートの橋がかかってるんですけれどもね、その橋の近く河川敷で撮影しました。皆さんもね、ぜひ3月から4月の間くらいかな、こうこの長山新川だとね、たくさんカモとか白鳥とか見られますんで、ぜひ見に来てみてはいかがでしょうか。よかったらコメント欄に感想を書いていただけると嬉しいです。今回はね、難しいことはなしにして分かりやすくいこうと思いまして、こんな形にさせていただきました。また鉄道特集の方もね、続き作っていきますので、よろしくお願いします。それでは、また次回お会いしましょう。